本日は、こちらソニーの、LD、MDP-A7 ということで、まあこれ家でメインで使ってた機械なんですが、壊れてしまいまして、どんな症状かというと、まあ映像はちゃんと出ると、で、まあディスクもちゃんと動作するという形なんですが、音声がなぜか出ないっていうのがありまして、で、音声が出ない原因っていうのがちょっと、基板の故障なのかなと今思っていて、で、ちょっとそれを改善するために、この、マザーボード、メイン基板ごと、もう取っ替えようかなと思っています。で、それをすることで音声出力っていうのができるかっていうのを確かめたいなと思います。まあ実際にどんな現象かっていうのを、見ていきたいと思います。それでは今、こちらの機械と、それとテレビを今つなげていまして、まあ機械の方をまず電源入れます。あ、そうか。機械もちょっと調子悪いかもしれないですね。はい。はい。それでは、機械の方を電源オン。なぜかトレイも開かないと。トレイも開かず落ちてしまう。はい。やはりちょっとおかしい。先ほど音声だけの出力がおかしいという話したんですが、なんかこういじってるとギアのタイミングがおかしくなって、なんか開かなくなったっていう最後エラーが複合してるという状態です。なので、一旦まあ、トレイのその、開かないっていう原因と、あと音声が、出ない。もうこれはもうどうしようもないんで、もうメイン基板自体をもう取り替えようかなと思っています。で、まあ、以前に、この機械の修理に失敗した機械が、残っていまして、まあその機械を、まあ基板は多分問題ないかなと思っていて、その機械自体はレーザーのその、なんていうんですか、データを読み取れないという機械だったので、まあメイン基板自体は傷んでないのかなと思いますので、まあそちらの基板を流用しつつ、この1台を直していくということをやっていきたいと思います。まあそのためにまずは、開閉の方をしていきたいと思います。はい、それでは、開閉の儀。それでは開けていきます。はい、こちらの方がですね、今機械、LD が入りっぱなしになってます。 LD が入りっぱなしになってて全く動かないですね。はい、クローズのランプが出るんですが、何も、あ、電源落ちた。はい。それではちょっと、ギアの動機を変えてみたいと思います。この状態でやったらどうなる？全く動くことすらなくなった。何でやろう。あれ？何も動かへんようになった。あれ？おかしいな。この状態で一旦電源を入れてみて、あれ？そう。あら？電源落ちる。あれ？動いてない。なんで？
それでは一旦この基板を、まいったなぁ、いやその基板を取り替えるっていうそのことも重要なんですが、今回それ以前の話で、トレイがもう動かないっていう状況に陥っています。はぁ、なんでやろう。これがこう上に来てたと。これでちょっとやってみようか。あっ、お、あ、動きました。はい、動きました。ちょっとやらかしてしまってたことがありまして、この配線を下にくぐらしてたんですね。で、本来はここにあったんですが、下にくぐらして前あの試験終わってるんで、この配線が噛んでたんですね。この辺が、ここが噛んでしまっていて、このちょっとした配線の隙間の、なんていうんですか、隙間が詰まってる原因になっていました。この配線がここにチクッと当たってたんですね。で、そのせいで中の動力が動かなかったということでした。なので今はおそらく、はい、もう大丈夫ですね。トレイも開きますし、はい、いやー精密やわー、いやー、いやー、うん、はい、もう配線一本の隙間でも機械がもう動かなくなるというのがまざまざと見せつけられました。はい、まあ非常にいい勉強になりました。はい、それでは一旦この状態で電源を入れて、あ、電源は入ってるんですけどね、電源は入ってるんですけど、とりあえず一旦テレビにつけていきたいなと。どんな症状かを見ていきます。それでは電源をオンということで、はい、ノーディスクと今ちゃんと出ていますので、今ちょっと再生の方をしていきたいと思います。再生、あ、そうか、ディスクが、はい、ディスクを入れて、ディスクを入れまして、再生、そうすると問題なく映像も出ます。とはいえ音が全く出てないんです。はい、もう女はもう中華街に奴らが逃げろと、全く音が出ないというのがありますので、まあおそらく音声の基板がやられたのかなと。まあこちらの方に、まあオーディオとかオーディオシスコン、まあこういうオーディオのこのどっかがおかしくなったのかなと。もしそうだとしたらこの基板を丸々取っ替えたら動くんではないかなと思っていまして、丸々取っ替えることで音が鳴るようになるんではないかなと。それをちょっと今日はやってみたいと思います。本当にこのマザーボードがイカれてるんであれば、基板ごと取っ替えたらいけるはずっていうのをもとに今からちょっとやっていきます。こちらの方にもう一台全く一緒のやつがありまして、でこれが前に修理失敗してるんですね。で修理失敗して、で何やったかな、レーザーディスクが結果的に読み込まないというのがあって、で失敗してるんで、まあそれであればこちらのも基板は、基板はそんな潰れてないっていう私の見解なんですが、
まあ、その基板をこちらに、流用することで使えるようになるんではないかなと思うんで、それをやっていきたいと思います。はい、それでは一旦、潰れてる方の機械をここに設置しまして、それの症状も合わせてみたいと思います。はい、それでは一旦これを対比して、ちょっと場所の問題がありまして、これを一旦どけないといけないというのがありますので、これをちょっとどけていきます。あ、そうか、これの上にやろうかな。あ、痛い、それではこの上に乗っけて、いきたいと思います。はい、こちらの方がどんな症状、あ、色が違う。これ同じ機械なんですが、なぜか液晶の色がなんか黄ばんでるんです。見てください、これ元から製造過程の話なのか、黄ばんでますね、これね。こっちは青い、青白。こっちは、なんか、iPhone とかでよく、尿液晶っていう呼び方があって、私もまあ、2台あって、1台は、こっちの、綺麗な白なんです。もう一台はなぜか尿液症で、なんか比べないとちょっとわからないんですが、よーく見たら、なんか黄ばんだ白っていう言いますか。なんか汚いんですね。これなんか尿液症と呼んでるみたいなんですが、まあこれはちょっと液晶ではないんですが、なぜか尿液症みたいな色になっていたんで、ちょっと面白かったです。比べたら、うわ、尿やとかわかるんですけど、なんか、面白いですね。それでは、こちらの機械どんな症状か見ていきたいと思います。で、かつ、ちゃんと映るか。LD をセット。ここは直したんですね、前回。映像は、こちらの方に、まあ、ブルーバックは出てると。とはいえ、ストップしてしまう。で、B 面にすると、回転はするんですが、読まないよと。これですね。もうこの現象で、ちょっとどうしようもないな、というのがありましたんで、一旦、この基板はもしかしたら音声は潰れてないというのを見込んで、中の基板を下の基板に取っ替えていきたいと思います。はい、それではこちらの方を外してメイン基板を取っていきたいと思います。はい、それでは開けていきます。よし、そしてこちらですね、この基板を取って、もう取り替えようかなと。これがおそらくマザーボードなので、これにオーディオとかの基板もありますし、まあ電源も、まあ電源こっちかな。で、これをもう丸々取っ替えたら、音が鳴るんじゃないかなと、ちょっと予想していて、ちょっとそれをやっていきたいと思います。それでは、一旦、外していきます。電源はこれで落ちましたので、はい、たまに電源入れたままやってないですかとか、コメントいただくことがありまして、確かにたまに確認できてない時もあるんですが、やはり危ないということで、極力そういう危険がないように、作業の方を進めていきたいと思います。これを取ってですね、そしてこの配線を取ります。そしてあとこれですね、この辺を、全部外して、これを全部外しまして、基板交換していきたいと思います。よし、こことで、この辺ね、ちゃんと覚えとかなダメですね、これ
1、2、これとこれだ。はい、こんな感じですね。この基板が、まあ、使えるやつということで進めていきます。それではこちらの方をどけて、一旦これをどけて、さらに、はい、これ一旦開けていきます。はい、よいしょ。で、開けてこの基板ですね、これを同じように取っていきたいと思います。あれ、なんかこっち側はなんかグッと上に引っ張られへんのが、なんでや。よし、一旦抜いていきます。よいしょ。はい、こちらの方と、はい、これ取れました。こちらの方は音声が、出ない基板かなという感じです。いや、これで交換しても結局一緒やったらどうしようかなと思うんですが、まあ、そんなことはないということを信じて、こちらの方が先ほど撮った問題ないと思われる。ただこれもほんまに問題がないかは調べれてないんで何とも言えないんですが、で、これがここで一番難しいやつをやっておいた方がいいですね。このこれを先やっといた方がいいかなという気がしてきましたね。あ、これちょっと基板変に触ってまうな。届いたんですけどね、なんか配線の場所がなんか長さが違うんかもしれないですね。長さがちょっと待てよ、腰が痛い。腰痛い。これあかんわ、これもう。なんですかね、この腰痛。ちょっと待てよ、どこや、ここか。あ、よかった、綺麗にはまるから嬉しいですね。あと1個、1個がどこや、あれ、これ中やったような気が、今これで一旦ですね、音出し仮組のテストしていきたいと思います。え、なんで電源つかへんの。はい、仮組のテストですね。よし、あ、またあかん、これ。よし、これでいくかな。頼むでー。お、スタンダードちゃんと出てるっぽいですね。はい、オープンも開く、オープンクローズも OK。 それでは再生します。おー、再生もできてる。音出ました、やった、はあ、ということはやっぱりこのメイン基板がやられてたと。いやー、これ分からへんわ。
いやー釣りましたね。はい、一応ですね、メイン基板の方を入れ替えることでまあどうにか動きましたんで、まあこの機械はこれで直ったんだと思います。なのでまあとりあえず何本かの映画を見て検証の方をしていきたいと思いますが、まあ LD の場合はここまでいけばまあまあ大丈夫かなと。でこれでもう何枚も映画見てるので、まあディスクのその違いでこう読まないとかっていうのはない、根本的にあんまりないかなと思いますが、まあそうですね、音声が出ないっていうのは LD の要はメディアっていうよりもメディアよりもやっぱここのもう読むか読まないからかなと思いますので、まあ、これで今回は、はい、今回はこれで直ったということで、まあ終わりにしたいと思います。まあちゃんとこう正確にきっちり何度も何度もテストしたわけではないんですが、まあ一旦これで直ったということで動画の区切りをつけたいと思いますので、本日はまあメイン基板の交換で直ったということで終わりにしたいと思います。本日のご視聴ありがとうございました。それにしてもこれどこがおかしくてその音声が出ないのか、コンデンサーなのか、ちょっとわからないですね。まあこの機械はもうとりあえず一旦お蔵入りと。もうレーザーも読まないし基板も壊れたっていうことで、もうどうしようもない機械が1台出来上がりました。はい、これで一旦ちょっと締めていきたいと思います。